このチャクラ、なんだ。チャクラを感じている。さっさと案内しろ、オロチマル。ナルト君が。いや、ナルトのチャクラか。コツは分かった。一緒に頼むぜクラマ。よく分析してやがったな。すごい、こんなチャクラをナルト君は。影分身の術、チャージ、いろ。キュービのチャクラを渡してる。力が湧いてくる。ナルトの力を受けて随分と強く。バイカの術、しかまる、イノ。みんな、作戦は分かったな。もしその作戦がうまくいかなかったら。本部はこれから消える。お前には何も。十分だ。親父の背中見て育ったからよ。お前は山中家の紫の家紋。前向きな声でしょ。父さんが何より誇りに思うのは、綺麗な萩の花を咲かせてみせてくれた。さて、そろそろ時間だ。母ちゃんに伝えといてくれるか、鹿丸。心配すんな。いつもお前たちの中にいる。忘れんなよ。天心の入った。ち、またか。より早く。ナイスだ、イノ。今度は奈良の縛りの術。よし、動きは止めた。もういいぞ、イノ。大丈夫か。ネジ。我らがネジの思いを捨てぬ限り、お前らにいいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。ナルト、俺が言ったんだよ。俺自身に言い聞かせた戒めでもある。今度こそ守ると口にする。その傷と一生向き合っていくことになる。忘れさせてなんてくれねえよ。ここで生きてるってことじゃねえのかよ。本物の仲間を消すってことだ。俺は本当のネジをここに置いておきて。本当のネジをここに。受けん。無駄だ、リー。ライバルなら他を当たれ。俺の負け試合見ていたのか。いつかお前の剛剣と俺の銃剣、俺の目の黒いうちは負けはしない。目の白いうちじゃないの、ネジの場合。ライバルとして俺がいるってことだ。前回よりもはるかに強く。お前はカムイで時空間を行き来した上、キュービに直接チャクラをもらいました。アリの時とどれほど違うと感じた。それまでカムイで飛ばせる回数も大きさも。ほぼ渡し終えたか、四代目ホカゲ。人中力として長年付き添うことになったナルト、渡すことができるほど器用に成長した。とっくにてめえらを超えてるぜ。てめえらナルトの崖に負けてんぜ。まあ、これがやっぱ力なんだろうがな。ナルト、今のうちだ。行け、ヘイトン。おお、一度かけてしまうと死なねば消える。籠の中で死を待つだけの存在。ネジも逃げんだよ。僕が右をやる。さあ、切られたくもねえんだよ。ここか。そりゃこんな里の外れならね。さて、どこかに。なんか気味が悪いね。すべての秘密が眠る場所へ。ずいぶん変わったな。彼や里が変わってしまったとして、それを再確認する時間が必要なのに。ならあんたはもういいの？僕らあんたの部下でトップメンバーだったでしょ。これってあんたにとってチャンスじゃないの？あなたたちはもう蛇じゃない。中の神社は跡形もないのね。なら始めるわよ。まず死神の面が必要なの。死神の腹を裂けば封印は解ける。これで死神の中に。そうして私に両手の力が戻る。僕らを江戸天聖の生贄にする気っすね。目に見えないけどね。あなたがサスケに呪印戦力を与えます。トビがサスケの監視役につけていた絶実験で知り尽くしているだよ。
兜からチャクラを吸い戻したとき、私も蓄積が好きでね。オッケーっすよ、オロチマル様。江戸天聖の術。全てを知る者たち、仙台のおかげたちが。これが柱間の本物か。おそらくそれを解いたのでしょう。オロチマルさん、どうやって。渦巻き一族の封印術、ずっと研究してたのよ。術を失ってから、ね、この世に再び蘇ったようです。あ、ええ、四代目だな。そうか。安定しているかどうかは私もよくわかりません。して五代目は誰だ。お孫様の綱手姫です。今佐渡は大丈夫ぞ。俺の掛け事まで覚えて、それはもうなんかわしの作った術をこうやすやすと。あなたのしてきた政策や作った術が。また木の葉を襲う気か。お前の術を奪ったというの。木の葉にあだ名好きじゃな。いらないよ。だからあの時俺が言ったしらの。黙れ。勘違いしないでください。だから人格も縛ったりしてないでしょう。で話し合いの場を設けたまでです。ん、サスケか。ウチハのものか。なるほど。イタチになぜあんなことを。知っておるようじゃな。ウチハ一族の復讐として俺が殺した。トビと団蔵から本当のことを聞いた。だがあんたの口から聞いておきたい、イタチの全てを。同胞を殺めさせた上、暁どもを一人で監視させて、かつての忍びや里の誇りを感じ取る、里の先について考えることができ、おかげのような考えを持つ少年じゃった。イタチはそれを任務として完璧に果たし、スパイとして入り込んでまで里を守った。ウチハの呪われた運命というやつよ。クーデターまで企てるに至った。マダラの意志を持つ反乱分子もくすぶっていた。端を発してるとも言えるわ。なんだ。権限が強い分思い上がる。露骨に里の隅に追いやった。ウチハにこそできる役職を与え、つい悪に疲れた一族だ。でまだトラウマのようですね。二代目ホカゲ、あんたに聞く。何を知ってる。ウチハ一族と我ら千住一族は、元来その二つの一族は悪に疲れた一族とはどういう意味だ。千住一族が術ではなく術の力を第一とした考えがあった。ウチハほど愛情に深い一族はいない。一旦ウチハ一族の者が愛情を知ると、千住をも超える愛の力というものに目覚めてしまう。ところがこれが厄介なのだ。愛を知ったウチハの者が、わしはそれを何度も見てきた。ウチハの者が大きな愛の喪失や、それが心を映す瞳、シャリンガンは心の力と同調し、ウチハには確かに繊細なものが多く、動力も増し手がつけられなくなる。貴様の兄以上だろうぞ。里のために自滅したのだとしたら、大事なのは里だ。里が要よ。基本巴ではない。初代ホカゲ、あんたに聞く。そもそも何なんだ。忍びとは何ぞか。木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。それを良しとする忍びとは何なんだ。自分で答えを出したい。木の葉に復讐をするのか。オロチマル。何。気まぐれだと言ったあんたの言葉を信じたが、本当は何だったんだ。ウチハの悪に疲れた小僧が。ここでわしが。ピラマ、貫禄半端ねえ。指を下ろせ。そうチャクラを荒立てるな、兄者。いやすまんすまん。相変わらずですの、柱間様。しかし良い兄を持ったな、サスケとやら。早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。うちはマダラが復活し、いつの世も戦いか。確かにここから二次の方向。ナルトとキュービのチャクラ。そうか。嘘ではないようだな。あなたは私の江戸天聖の術の管理下にあり、復活したと聞いて事の重大さが分かっておるのか。あなたたちを使ってここ、このタイミングで。こんな術、わしらが本来の力に近いまま縛られるわしではないわ。となっては致し方ないぞ。わしは動く。かなりの忍びを育てたものだ。お前少し勘が鈍っておるぞ。こやつ、この人は違う。初代ホカゲ柱間、気を抜かぬようにしなければ。ウチハの子が俺の話を聞き、これでは戦争が終わり、勝ったとしても意味がないの。兄者の好きにせい。
そうよのう。木遁木竜の術。木遁。獣の難、木遁褒美の術か。まだらめ考えよる。もう主の立ち筋は読める。逃がさん。五十羅生門。軌道は変えられたか。お前と本気でやるのは久しいからな。俺たちの努力を無駄にするのか。まだな。仲間を侮辱するだけだぞ。友だと。俺はもう届いたのさ。先方。追い走らば。次こそ向こう岸に。気持ち少し上に投げる感じ。俺が本気出せば届くさ。水切りのライバルってとこか。俺は届いたけど。ウチハマダラとの初めての出会いだった。頭間か。よく見てろ。次行けっから。やっぱそうだ、手裏剣術。てめえ、俺の後ろに立って繊細なタイプなんだよ俺は。いや、そこまで落ち込むことはねえだろ。お前にそんなうざい自覚症状があるなんて。てめえで水切りしてやろうか。こら、川へ投げられるのも覚悟しようぞ。向こう岸へ届けばいいが。目障りだ。地蔵、お前の方こそはっきりしろよ。あれはお前忍びか。これは羽衣一族の門。名はマダラだ。マダラ、やっぱりな。お前も忍びか。性格は違ったが、どうして川に来ていたのかも。河原間。遺体の一部が帰ってきただけでもありがたいと思え。奴らは容赦などしない。こんな争いがいつまで続くんですか。簡単な童貞ではできぬ。まずは一人前の忍びとして戦って死んだのだ。父上に歯向かったらどうなるか分かってる。板間、扉間。何が愛の千住一族だ。こっちだってうちゃ一族に同じことしてるしな。武器を持てば敵とみなす。一人前になるには死ななきゃならねえのかよ。危なくて姓を名乗れ。彼のようなやつをガキというのだ。父上してあげてよ。少し頭を冷やせ柱間。大人たちはバカだ。それだと殺された親兄弟。お前も大人も熱くなりすぎだ。それに乗っ取って余計な戦いを避けていけばいいんだ。本当の協定。本当の協定って。忍びと国民の平均寿命はその平均を大きく下げていたのは。よう、久しぶりだな。なんだよ、今回はいきなり落ち込んでんじゃねえか。嘘つけ。なんだったら話してみろよ。なんでもねえんだぞ。さっさと話せや。どうしたんだよ。弟が死ん流されてく気がするからだ。お前もそうだったりしてな。俺は五人兄弟。俺たちは忍びだ。いつ死ぬかもわからねえ。兄弟の杯を組み交わすしかねえ。本当は煮えくり返ってるかもわからねえ。見せ合うことはできねえだろうか。いつもここでその方法があるかないかを願掛けしてる。やっとそれがある方向に決まったみてえだぜ。俺も届いた。正直俺は驚いた。戦乱のこの時代を変えようという、正確に言うなら腹渡を見なくてもわかるんだけどよ。だっせえな。それからちょくちょく会うようになった。忍びの技を競い合ったり、体術と組み手やるじゃねえの。いってえ。そう簡単にやられるかっつうの。具体的にどうやったら変えられるかだぞ。自分に力をつけることだろうが。とにかくいろいろな術マスターして強くなれば克服するこったな。へえ、それはすごいぞ。えっ、小便したばっかの川に投げ込むぞ。こら、会うたびに俺たちは仲良くなっていった。マダラ、
俺すっごい術考えてきたぞ。超カトン現実斬り大手裏剣二段落としの術。そもそも名前が長いし、今日は直角崖登りを競う。俺の弱点と思わせてからの落ち込むふりしてやがったな。先にスタートしたんだからよ。ここだと森が一望できるな。目の良さならお前に負けねえ自信がある。そりゃそうだろ。何せ俺はしゃ…なんだぞ、お前にしちゃやけに素直だな。見守ることもできなかったくせに何が。お前のことも思い出させちまったみてえだな。いや、一人だけ弟が残って。何があろうと俺が守る。俺も絶対に弟は守るつもりぞ。ここに俺たちの集落を作ろう。ちゃんと強く大きくなるための訓練する学校を作る。依頼レベルをちゃんと振り分けられる和訳を作る。そんなバカなこと言ってんの、お前ぐらいだぞ。一望できるここからしっかり守ってやる。後の木の葉の里となる場所だった。先を見るために耐え忍ぶ。二人とも届いたな。次に会うまでてめえに預けとく。どうした扉間。兄者、話がある。柱間、お前が会っている少年がいる。完治なら俺が上だ。何かあると思っていた。我ら一族の大人たちの手だれもやられている。やっぱそうだったのか。すでにお互いの一族の名を知っていたんじゃないか。柱間、これがどういうことか分かる。千住一族と内派一族は敵同士。お前は裏切り者だと疑われるから、内派一族の情報を持って帰れ。殺せ。本当に内派一族なのか。そうだ、お前は弟の仇の一族を信じるのか。千住の皆を危険に陥れることになる。返事は。分かった。早速だがよ。おう。今日ダメだ、急な用を思い出してよ。じゃあ俺も今日は帰るとするぞ。逃げ切る気か。白豆を教えたな。千住仏間、それと扉間だった。内派田島、それから伊豆名だな。内派側も同じ考えだったようだ。互いに幾度かの戦いで分かっていた。やめろ。戦場で心を乱さぬよう訓練され、それが生死を分ける。目の前で我が子が殺されればどちらが先手を取るかで勝負が決まる。俺たちの言ってたバカみてえな絵空ごとには届かねえのかもな。少しの間だったが楽しかったぜ。どうだ、いけるか。まだ兄さんより強い子供が。聞くぞ。じゃあな。本当は諦めちゃいねえよな。できれば違ってほしかった。俺の兄弟は千住に殺された。お互い腹渡は見せる必要もねえだろ。千住柱間、内派マダラだ。千住の情報は入らなかったが、シャリンガン今開眼したのか。俺には分かった気がした。友となった俺を完全に来る日も来る日も戦い続け、一族の長になり、一番遠いところにいた。カトン、豪華級の術。シャリンガンを持たぬ不幸を呪うが。変身技。いざ。夢を捨てきれないでいた。忍び最強の内派と千住が手を組めば、いずれ争いも沈静化していく。ダメだ兄さん。いざ。みんな、内派は戦いは、内派一族が劣勢なのはマダラも変わった。眩しいはずよくなる恋がいつですけして間違っていないと決して間違っていないドラマがヒットするとこなすし
もひとちがきもないほどと牛たちがいるべき出なた赤ちゃんを大したそして同じ夢を見た。いつまでガキのようなことを言っている。できやしねえのさ。柱だ。まだだ。一日続いた戦いの末。まだだ。待て扉だ。今がチャンスだろ。手出しは許さ。いっそ人思いやね。柱だ。お前を慕う若い内派の者がまた暴れ出す。戦いは終わりにしないか。いつか理想の里を作るって。そりゃ無理ってもんだぜ。ここに俺たちの集落を作ろう。ああ、その集落作ったら今の俺にはもう兄弟は一人もいねえ。俺たちを信用してもらえる。俺たちが腹渡を見せ合えるとすりゃ己が自害してみせるか。弟を殺すか自害しろだと言ってることが無茶苦茶だ。どうするんだ兄者。バカバカしい。耳を貸すな兄者。ありがとう。マダラ。マダラはちゃんと選択肢をくれたのだ。弟を持つ兄としての心の内を俺の最後の言葉として俺の命に変える言葉だ。俺の死後決してマダラを殺すな。皆の父とまだ見ぬ孫たちにかけて誓え。さらばだ。お前の腹渡は見えた。夢のようだった。多くの犠牲が出ることもない。俺たちは里作りを始めた。